ジェランメア博士が取り調べを試みた際の SCP-1316。アイテム番号、SCP-1316。オブジェクトクラス、ユークリッド。特別収容プロトコル。SCP-1316 は生物収容サイト39に収容されているただ一つの SCP であるようにしてください。SCP-1316 は高周波、RF、遮蔽素材で作られた 2.5×2×1.5 メートルの囲いの中に入れるようにしてください。すべての放送を記録するために、無線受信機をただ一つだけ SCP-1316 の収容エリアに設置してください。SCP-1316 の放送の記録へのアクセスは、少なくとも2人以上のレベル4職員の承認が条件となっています。餌やり配置日2回、敷わらの交換は3日前に、D クラス職員1人だけが行ってください。D クラス職員だけが SCP-1316 の周囲10メートル以内に差し支えなく近づけます。説明。SCP-1316 はメスの家猫ないしはありふれた飼い猫です。見知らぬ人への著しい行為以外には、特に変わった振る舞いは見せません。1948年に財団が保護したにもかかわらず、生後3ヶ月の子猫と生物学的に同一で、彼への兆候を見せません。財団の保護に際し、SCP-1316 は当初アノマラウスアイテムとして登録されました。ホイ1316、33メートル参照。下記の事件1316、23A により、情報侵入工作の可能性を減らすため、D クラスだけが SCP-1316 に接触することができます。当初のアノーマラスアイテム記録。概要。年を取らないメスの家猫ないしはありふれた飼い猫。高齢。さんが1926に購入したという、にもかかわらず、生後1ヶ月の身体的特徴のまま。回収日、1948、回収場所、現状、サイト112に収容。SCP オブジェクト収容エリア外ならサイト内の自由行動を認可。ルーシー、と呼ぶと反応。事件1316、23A。1952年8月16日、サイト112がカオスゲリラの襲撃部隊によって夜明け前に急襲を受けた。大規模なセキュリティ侵入工作が起こり、その間 SCP、SCP、そして SCP、が盗まれ、SCP、および SCP、が破壊され、SCP、SCP、それに SCP、が消失した。侵入工作のうちに、任の財団職員が殺された。標準的な対敵情報活動の実行後、全財団職員に報告が求められ、サイト内の盗聴器の入念な捜索が行われた。この標準的電子盗聴装置に加えて、SCP-1316 が定期的な放送源であると判明した。これらの放送内容は、何らかの暗号であると決定された。対象の行動は、放送の暗号解読まで制限された。放送の暗号解読ログ。8、17、作戦成功、任務完了、さらなる指令下救助求む。8、18、F 疑い深し、行動制限される、救助求む。8、19、命令こす、通知求む。8、20、監禁される、任務成功の暁には救助されたし。8、21、新たなサイトに移動、任務の状態不明瞭、さらなる指令求む。8、22、W が SCP に指定される。F 気づいてる。早く助けてください。8、23、最後の通信が届いたかわからない。助けて、早く。8、24、助け来ないの？ホイ1316、33。
8、24の放送の後、SCP-1316 は定期的な放送をやめました。他の変則的特性はそのままです。研究員。